細胞を殺す酵素、神経再生に役割、体内で細胞を殺すために働く酵素が切断された神経の再生にも役割を果たしていることを、名古屋大の久本教授、分子生物学のグループが体長1から2ミリの線虫を使った実験で明らかにし、英科学雑誌のオンライン版で発表した。脊髄損傷などの治療などにつながると期待されている。人の神経細胞は細胞から細く伸びた軸索と呼ばれる繊維を介して電気信号を伝達し、筋肉などを動かしている。軸索が切断されると神経として機能しなくなる。自然に再生する能力もあるが、中枢神経など再生しない神経もあり、その仕組みは不明な点が多かった。生物の体内には不要な細胞を殺して排泄する仕組みがあり、細胞内で様々なタンパク質を殺すガスパーゼと呼ばれる酵素が働くことで起きる。その際に脂質の一種のホスファチジルセリン PS が細胞の外へ放出される。今回は再生することが分かっている線虫の神経細胞を切断し、その後の様子を実験で調べた。その結果、ガスパーゼが働くことで PS が一時的に放出され、細胞が一旦死んだように見えるが、放出された PS が別のタンパク質と結合して軸索の再生を誘導していることを突き止めた。線虫は遺伝子の約 60% が哺乳動物と共通しており、ガスパーゼや PS は人の体内にもあることから、久本教授は死神役の酵素の働きが神経細胞で再生を促す仕組みは哺乳動物でも同様にあると考えられる。 PS を外部から投与することで再生能力を上げることも期待できると話している。